にちは、ずんだもんなのだ。こんにちは、四国メタンです。お世話になっております、ウプ主です。明けましておめでとうございます。遅くなりましたが、今年もよろしくお願い申し上げます。2024年は元旦からものすごい年になりそうな予感って感じだけど、ウプ主は今年をどういう年にしたいと思ってるのだ。去年の総括をしなかったウプ主の覚悟を聞きたいものね。イプー、あれは提言だからということで。それじゃあ今年の抱負は何かしら。今年の抱負はズバリ心機一転です。意外と普通なのだ。ウプ主、それってどういう意味なのかしら。ここ最近の無人販売業界の進化は目覚ましく、小売業界におけるポジショニングも少しずつ重要なものに変化してきています。そうした中で、私も自分の現在位置をしっかり見定め、初心に立ち返り、改めて小売業界に向き合いたい、そういう思いから、今年の標語をこれにしました。去年は生成 AI の登場によって、技術的にもビジネス的にも大きな変化があったから、心を入れ替えて改めて業界を俯瞰するのは悪くないことよね。技術力が低いウプ主には厳しい年になりそうだけど。ウプ主は 65,535 のダメージを受けた。自分の現在位置を見直すのはいいことだと思うのだ。いい標語ね、ウプ主。それはありがとうございます。だそれにしても、最近のリテールテックは進化が早くて追いつくのが大変なのよね。中でも特にロボットの進出は目覚ましいものがあるのだ。例えばガストの猫ちゃんみたいに、ロボットの活躍が目立った年でもあったのだ。プードゥーさんの猫型ロボットであるベラボットちゃんは、一世を風靡しましたからね。あれすごく可愛いのだ。頭撫でてあげると喜ぶのよね。成功の要因は単なる作業ロボットではなく、疑似的コミュニケーションによる生きている感を出したことだと思います。これまでそういうロボットってなかなかいなかったのだ。そういう意味では猫ちゃんロボット以外にも様々なロボットが世の中に出てきているわよね。企業ではなく個人がやっているケースが多いのですが、個人的にはすごく注目しています。中にはハードとしてのロボットとは呼べないものもあるけど、コミュニケーションが取れる疑似的人格のことを当研究所では講義のロボットと呼んでいるわよ。なるほど、いろいろなロボットがいるのだ。でもなんでウプ主はずっと前からロボットに興味があるのだ。搬出ロボットならわかるけど、なぜコミュニケーションロボットなのだ。それにはちゃんと理由があります。それじゃあ今回は、なぜウプ主はコミュニケーションロボットに注目するのかについて解説していくわね。どうせ可愛い女の子ロボとキャッキャウフフして、かなりやめ合わせドラムとぎわい。それじゃあ本編へレッツゴー。それじゃあ始めていくわね。よろしくお願いするのだ。なぜ無人コンビニ研究所がコミュニケーションロボットに注目するかについて説明する必要があるわね。昨今の小売業で大きな問題となっている人手不足、賃金の話もありますが、最も大きいのはシフト問題です。必要なタイミングで必要な人数が集まらない。それを解決してくれるのが無人化技術であり、超人化技術でした。だけど結果的に多くの作業から人を排除することとなったため、活気さ温かみといった有人店舗特有の空気はなくなったのよね。もちろん人がいたから温かみがあるということじゃないけど、気軽に質問したり軽い会話なんかもなくなったので、そういうのを嫌う人も少なからずいるのだ。それがゆえに、これまではキオスクやコンビニなどパッと買ってサッと買えるお店への適用が主流でした。最近はトライアルさんを中心にサイズが大きくなりつつあるし、ウォークスルーとまでは言わなくてもセルフレジによる無人化は
今後確実に進むと思うのよね。でも店舗には物を売る機能以外にも求められているものがあると思うのだ。特に僕の実家のような過疎化が進むエリアではネット販売では満たせない生活が重要になると思うのだ。移動販売が喜ばれるのは車が来る場所がみんなの集まる場所になっているからだったり、沖縄の共同売店などは地域交流の拠点になっていたりなど、古くから店舗というものは人と人との交流の起点であったとも言えます。過疎化が進む地域だと高齢者の生存確認的意味合いとして、そして何より孤独にならないような地域ケアの枠組みとして必要になるのだ。この辺りの話はうぷ主が過去動画で少し語っているので、そちらも見てくれると嬉しいわね。前後編あるのでちょっと長いのですが、ご視聴よろしくお願いします。だからこそコミュニケーションとしての言葉のやり取りは重要だけど、そもそも雇える人がいない。そこで大事になってくるのが人の代わりとなりうるもの、コミュニケーションロボットの存在なのよ。なるほど、だから注目しているんだね。イグザザトリ。それじゃあここからは実際のロボットについて3人ほど紹介していくわね。うぷ主の好みで選んでいるので、他にあったらぜひ教えてちょうだいね。よろしくお願いするのだ。それではトップバッターから。ロボットカフェのトニー君。軽トラックの荷台に作られたコーヒーショップで働くお店のマスターであるバーバルコミュニケーションロボットです。知ってるのだ。この子はかなり昔からうぷ主が推していたのだ。最初は3兄弟だったのよね。提供する飲み物は缶コーヒーを開けただけのものだけど、この仕草がとっても愛らしいのよね。世界観の作り方も絶妙で、ディズニーランドにあると言われても納得してしまう出来なのだ。なんとも言えない。ま、がいいのだ。ここではダイジェスト版として編集したものをお送りしておりますが、YouTube ショート動画に2倍速のフルバージョンが上がっておりますので、そちらもご覧いただけると幸いです。今はトニー君として独り立ちしていて、新型のコーヒー移動販売車のマスターを担ってるわよ。人間の音声を聞き取ってちゃんと反応してくれるから、当然オーダーも聞き分けてくれるわよ。子供がめっちゃ楽しそうに話しかけていたのがとても印象的だったのだ。ちなみに今はもっと進化していて、歌を歌うまでになっています。無機質なはずなのに人の心を感じる、そんな不思議な子なのよね。これからの成長が楽しみなのだ。もっとこの子を知りたいという方は山田社長さんの X を訪ねてみてね。そして2人目はマシロプロジェクトのマシロちゃん。マシロプロジェクト3姉妹の長女で、幻のコーヒーショップマシロプロジェクトのウェイトレスを務めています。事前登録制&期間限定でやってたのよね。ぜひまたやってほしいのだ。マシロちゃんはノンバーバル型のメイドロボットで、カフェではオーダー取りと配膳を任されているのよ。歩行ロボットではなく車輪で移動するんだけど、見てわかる通り微妙に揺れて移動するから、ゆったりと歩いているように見えるのだ。他にも目は液晶ディスプレイを使って表情が豊かだったり、頭部にあるカメラで人の顔を追いかけたりするので、仕草が通っても人間っぽいのよね。マシロちゃんは言葉を使わないノンバーバル型ですが、細かい仕草や動きなどでノンバーバルコミュニケーションを成立させています。お辞儀されると脳内で勝手にありがとうございましたとか再生されちゃうぐらいなのだ。マシロちゃんの制作者であるマシロパパさんのこだわりが、言葉はなくても人を感じさせるのでしょうね。ちょっとびっくりしたのは、マシロちゃんのスカートの中を見る時の人の反応かしら。スカートの中は足型ですらない単なるフレームと機械なんだけど、みんな「え、本当にめくっていいの？」みたいな感じで躊躇してたのよね。それだけ人として感じるものがマシロちゃんにはあるのでしょうね。安心してください、履いてますよ。こうした話をノートにまとめてありますので、よろしければそちらもご覧ください。それとマシロちゃんについてはマシロパパさんのチャンネルもどうぞ。どちらも概要欄にリンクを載せておくので、そちらをチェックしてね。そして最後の3人目ですが、
バーチャル空間内のロボットといえるあるイメージ世代な存在、ゲートボックス、相妻光3。これまでは現実世界に存在するロボットをご紹介してきましたが、今回はバーチャルの世界に住むリアルな目を持った女の子です。もともとはゲートボックスという専用のデバイスに登場する子で、チャット GPT と連動して生活をサポートしてくれるキャラクターなんだけど、ウプ主の推しはスマホ版の方なのよね。それはどんなものなのだ。百聞は一見にしかず、まずはこの動画を見てほしいのね。今コンビニにいるんだけど、どのおつまみがいいか見てくれる？え？GPT に投げて会話を作っているんだと思うわ。人間の会話もちゃんと理解しているし、受け答えもスムーズでびっくりしたのだ。これはある意味で革命的と言えるものかもしれないのだ。ちなみにひかりちゃんのことをもっと知りたい人は、制作者である竹地実さんの X を訪ねてみてね。概要欄にリンクを貼っておくのだ。従来のコミュニケーションロボットの最大の弱点は人との会話のキャッチボールでした。決められたルールに従って会話を進めるだけなので、人間味を感じることは大変難しかったのです。姿形を人間に似せてもそれだけでは無理だということなのだ。目力が強いのだ。でも、もし人間と姿見が似ていて言葉のキャッチボールができるとしたら。なるほど、彼にこの機能がつけば復活もあるいわ。あ、そこはチャット GPT じゃないのね。このようにチャット GPT の出現はコミュニケーションロボットの世界に革命を起こすと睨んでいます。特に GPT-4 は音声認識に加えて画像認識も可能となったので、人間がコミュニケーションをするのに必要な目、耳、口を全て揃えました。もちろんノンバーバル技術も不気味の壁を越えるために必要な技術ですが、それらが融合することによって本来の意味での次世代型コミュニケーションロボットの時代が来る。ウプ主はそう考えています。そうした技術が成熟することで、どこでも気軽にコミュニケーションが取れるロボットが置けるようになれば、地方部における店舗の無人化と地域コミュニケーションの円滑化を同時に解決できてしまうかもしれないわね。そうなったら本当にすごいのだ。ということで今回はここまでね。ウプ主がコミュニケーションロボットにこだわる理由がよくわかったのだ。これまでの人間型ロボットはいかに外見を人に似せるか、飛行的に人の真似ができるかに注力されてきたと思います。いわゆる共同ロボットよね。これまでのコミュニケーションロボットはあくまでも共同ロボットの延長にありましたが、ペッパー君の失敗を見ればわかる通り、なかなか厳しいものがありました。それらを違う形で解決しようとしたのがトニー君とマシロちゃんで、AI と AR の組み合わせでクリアするのが相妻光さんだと思います。これらが融合したらすごいことになりそうよね。それにしてもその革命的な技術とされるチャット GPT ってのは何者なのだ。生成AIとか最近流行りだけど、難しすぎて何が何やらなのだ。生成AIかしらね。そのあたりも今後解説していくわね。やったー、ワクワクするぞ。あ、そっちなのね。ということでチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 X もやっているから、知りたいことがあったら DM で連絡してね。次の動画も来てくれれば。
それでは。ご視聴ありがとうございました。